はい、皆さんおはようございます。今日はね、久しぶりの、連雀町、まあ、元城町ということで、まあ、前向きな街頭演説をねやっていこうかなと思います。まあ、今ぬるま湯が来てるので一旦カットしますよ。で、今ねぬるま湯川も来てるので、もしかしたらなんか交通安全みたいな、そんな大きな下落じゃないような気はしますね。で、自分の、アメリカの株の、全資産も33万8000ぐらいで、先月と比べると2万9000ぐらいね、プラスでしたが、来るように、調整してみますよ。まあ、じゃあ、始めましょうか。レッツドゥーディス。皆さんおはようございます。こちらは杉本修一講演会です。無所属で落選中で、政治活動の方を、活動を、まあ、続けていますが、まあ、今年は7月に参議院選挙があるみたいですね。で、まあ、令和新選組もいろいろ活動していますし、まあ、それに対して NHK 党もね、同姓同名の候補者を立てるということで、まあ、かなりカオスな感じになってくるかなとは思います。実際に見る機会は、ね、少ないと思いますが、まあ、おそらくその初日に、大体駅前の広場で、あとはデパートの間の、ね、通路で、5時半ぐらいからやるんじゃないのかなと思っています。まあ、個人的にはね、実感を作らないといけませんので、なんでだろう。まあ、前坂中も、契約が切られて、まあ、その後に政治団体を作って活動をしています。まあ、2019年は、落選をして、で2つ目の政治団体を作って、今に至っていますが、ただ政治団体2つあると、収支報告書とか、まあ、書類もね、2部作らないといけないので、まあ、今はまた一つの、政治団体に、減らしていきます。ただまた選挙が終わった後に新しい政治団体、政治を目指して、まあ、来年の、ね、地方選に向けて、準備していこうかなと思います。まあ、前回も供託金だけでも、ね、50万ぐらいかかって、県会議員だと60万ぐらい供託金が、ね、かかるんですね。でポスター代も55万ぐらい、確か前回かかったと思いますが、まあ、他の先進国と比べてもね、日本の選挙は非常にお金がかかるなと思います。まあ、もう少しね、その選挙費用をこう安くするというのもね、非常に重要な政策じゃないのかなと思います。まあ、他の先進国の場合はお金がかかっても、ね、数万円ぐらいで出馬できますので、まあ、かなり高額かなと思いますが、まあ、ただ変化の、ね、起こしにくい国ですから、なかなかこう改革をしようとしても非常に難しいのかなと思います。まあ、なので、日本の今の、ね、現状をちゃんと子どもたちに伝えていかないといけませんから、まあ、今の財務省とか、岸田政権は資産収入の税金も、ね、増やそうと、しています。おそらく参議院選挙が終わった後に本格的に、ね、増税が来るんじゃないのかなと思っていますが、まあ、今の法律だと、資産収入の方が、まあ、たくさん稼ぐ場合は、ね、税率がかなり違うということで、まあ、資産を、ね、増やしていくためにはチャンスとかも作っていきたいかなと思います。まあ、あとは、まあ、教育に関しても、ね、金融の教育だけではなくて、英会話の、ね、教育ももっと力を入れた方がいいんじゃないのかなと。まあ、日本の子どもたちも能力が高いので、まあ、ちゃんとした英会話教育を、まあ、小中高であれば、まあ、英語ぐらいは、ね、必ずペラペラになると思っています。増やした方がいいかなと思いますね。まあ、去年も教員採用試験を、受けていましたが、まあ、去年はその学科試験は、ね、中止だったんですけども、技術が変わらないのかなとは思います。
家なので、杉本修一講演会として、起業家支援とか子育て支援には、ね、もっと力を入れていくべきかなと思います。優秀な人材を入れ込むということは非常にね、なかなか渋滞してるから大変だよね。来ました来ました。多分まっすぐ行くのかな。